航空自衛隊が活躍中の F-35 戦闘機ですが、この機体専用の空対空ミサイルをアメリカ政府が売却を承認したという情報をご存知ですか？今回はこの空対空ミサイル AIM-120 アラームについて見ていこうと思いますが、かなり高額です。日本はご無理ごもっともとアメリカの言いなりになるしかないんでしょうかね。航空自衛隊が現状で MAX105 機の配備を目指して調達中の戦闘機は F-35 ライトニング 2A 型です。これはアメリカのロッキード・マーチン社製のいわゆる第5世代と言われる機体で、今後は星空戦闘のコアとなることが見込まれる機体になる予定と言われます。この F-35 ライトニング 2A 型は2022年度までに合計55機分の購入予算が組まれているそうです。計画が105機ですから、ちょうど半分強まで予算上では取得計画が進んでいることになりますね。空自が調達中の F-35 ライトニング 2A 型用に2022年7月25日アメリカ政府は軍需企業レイセオンテクノロジー社が製造している中距離空対空ミサイル AIM-120 アラームの売却を承認しました。アメリカ政府が売却を承認した AIM-120 アラームは総数150機とされています。一番気がかりな購入価格ですが、合計で約400億円ですから1機あたり約2億7000万円という金額が単純計算では算出されます。高いですね。航空自衛隊は、これまでも、アメリカからの AIM-120 アラームの売却承認を随時受けていたそうです。2014年、平成26年、12月は17機、2017年、平成29年、10月は56機、そして、2020年8月は、32機の承認を得ていて、合計では105機となっていました。この105機の AIM-120 アラームの種類ですが、C 型と呼ばれる形式のものでしたが、今回の報道では、そういった細かい形式までは公表されていないので、同じのものかどうかも不明です。現時点での最新の AIM-120 アラームの形式は、D 型と呼ばれる形式で、アメリカ海軍とオーストラリア空軍で採用されています。射程距離は C 型が約 105km ということですが、D 型では約 180km と言われ、75km ほど延伸したということになるようです。日本は F-35 ライトニング 2A 型の採用を決定しましたが、現在も数の上では主力戦闘機となる一部の F-15 や F-2 戦闘機用の空対空兵装として、国産の99式空対空誘導弾を配備していました。しかし、F-35 ライトニング 2A 型戦闘機は、この兵装への統合が困難ということなのです。というのは、完全なステルス性能を発揮させるために、F-35 ライトニング 2A 型においては、兵装類を、胴体内のウェポンウェイに収容する必要があります。しかし、前述の99式空対空誘導弾は、このウェポンウェイに収めるのが難しいほどのサイズなのです。だからこそ、今までも未対応ということでした。ちなみに、AIM-120 アラームの C 型は、直径 0.17 メートル、全長 3.65 メートル、全幅約 0.48 メートル、重量 53kg、弾頭重量は 7.31kg と、使用上の数値が公表されています。正確かどうかは、わかりませんが、これに比較する99式空対空誘導弾ですが、直径 0.203 メートル、全長 3.667 メートル、全幅約 0.77 メートル、重量 220kg という数値です。
全長は近い数字ですが、幅や重さでは大きく上回っていることがお分かりでしょう。つまり、F-35 ライトニング2A 型にはそのままでは対応できないということなのです。ただしコスト面は別問題です。航空自衛隊がこれまでに購入した99式空対空誘導弾の価格は1機あたり約6500万円ほどでした。付属品等の価格を勘案すると単純に比較はできませんが、今回の AIM-120 アラームの4分の1程度の価格なのです。F-35 ライトニング 2A 型戦闘機を開発したロッキード・マーチン社側では、当初99式空対空誘導弾を当該機に統合するためには、若干の手を加えれば可能という見解を示していましたが、実際は難しいと判明したわけです。要するに、ロッキード・マーチン社側が、そんなことを言ったのは、F-35 ライトニング2を売り込み、タイガユへの還元だったとのではないかとも推測されているようです。アメリカ企業ならやりかねないと思ってしまうのは筆者だけでしょうか。一方、この AIM-120 アラームを製造するレイセオンテクノロジー社側は、直径が太い99式空対空誘導弾を F-35 ライトニング 2A 型のウェポンウェイに収容するのは困難で、統合に必要なソフト等の対応を考慮したとしても、合理性は低いと述べていました。ロッキード・マーチン社とは違って、このレイセオンテクノロジー社は、自社製の AIM-120 アラームを売り込むことが最大目的ですから、多少割り引いて考える必要もありそうですが、日本側が独自に進めているハードルが高かったということでしょう。こういった状況ですが、F-35 ライトニング 2A 型に搭載できる空対空ミサイルの選択肢として、イギリスの MBDA 社のものがあります。これは、もともと、ユーロファイタータイフーンや脱走ラファール用のミーティアの改良型です。ミーティアの改良型は、ツナム、ジョイントニューエアトゥエアミサイルと呼ばれるもので、土台であるミーティアを小型化することで、F-35 ライトニング 2A 型のウェポンベイ内に4機を収容できるように開発を進めているそうです。日本はすでに2014年からズナムに搭載するシーカー目標操作装置の共同研究を行っています。その完成が待たれる状態ということでしょうか。このようなズナムをめぐるヨーロッパ、イギリスとの協調関係は日本の次期戦闘機開発計画においても注目されているポイントで、この実績が左右した結果ではないかという見方も多いようです。ちなみに、2008年、平成20年時点で、ドイツでのミーティア1機あたりの調達価格はおよそ1億2000万円強なので、99式空対空誘導弾と比べると2倍弱となりますが、AIM-120 アラームと比べると、半分以下という計算になります。確かにズナムとして完成した場合のコストはまだ判断できませんが、少なくとも AIM-120 アラームほどの高価格にはならないという見方が多いようです。とはいえ、いくら AIM-120 アラームが高額とはいえ、F-35 ライトニング 2A 型用の兵装として日本が購入する意義は、このミサイルが近年では数少ない実戦使用で成果を上げていることが大きいと見られます。今から30年ほど前になりますが、1992年12月 AIM-120 アラームは同ミサイルを搭載したアメリカ空軍の F-16 ファイティングファルコンとイラク空軍の MIG-25 と対峙したことがありました。そして、早期警戒管制機との併用で、見事に MIG-25 を撃墜したのです。
2022年2月に始まったロシアのウクライナ侵攻。ここで個人携帯型のロケット兵器として有名になったのが FGM-148 ジャベリンでした。 AIM-120 アラームはこのジャベリンと同じく発射後すぐに破破機が回避行動に移れるファイア&フォーゲット機能を有しているのです。また本体の先端部分にレーダーを内蔵し、アクティブレーダーフォーミング方式を実現。1992年の実戦での撃墜実績と相まって、その性能は疑う余地のない空対空兵装と断言できるとの定評があります。ロシアと戦っているウクライナに対し、アメリカがついに戦闘機を供与する可能性も囁かれていますが、この戦争が長期化した場合、ウクライナ空軍が F-16 ファイティングファルコンで AIM-120 アムラームを使用する局面が訪れる可能性があるかもしれません。